皆さんこんにちは。テゲテゲに参ろうのテゲテゲおじさんです。今回のテーマは演歌サンバガールズです。村田秀夫さん、宮橋美智也さん、春日八郎さん、昭和の歌謡界を築き上げられた3人の名曲の数々をお楽しみください。それでは皆さん、始まり始まり。曲は無法松の一生、度胸千両入りです。このバージョンは1番目と2番目の間に度胸千両が組み込まれています。これにより大ヒットしました。多くの方々に歌われますが、度胸千両の節回しが難しくてそこを外して歌う方も多いようです。王将は昭和36年のシングル曲です。全国的に大ヒットしたきっかけは紅白歌合戦で歌ったのが始まりです。この曲は人生劇場です。昭和13年に楠木茂雄さんの歌で発表され、その後たくさんの歌手の方々が歌われ知られています。特に早稲田大学の出身の方、そして学生さんにも愛称され、第二の早稲田大学校校歌とも言われています。私は藤恵子さんのカバーもかっこよくていいなと思っています。終わりのコーナーおまけで流しますので、そちらご覧ください。覚えているかい故郷の村を。この曲はリンゴ村からです。宮橋美智也さんの全盛期を代表する楽曲の一つで、270万枚を売り上げる大ヒットの曲。このタイトルで描かされて、美しいリンゴ園を背景に若い人たちの恋愛と友情が描かれています。おいらのおいらの胸が。哀愁列車、全盛期の宮橋美智也さんを代表する一曲で、なんと250万枚の売り上げになっています。歌の最初に一番高い音から始まる、とても珍しい歌だと思います。辛いホームに日は来たが、未練心につまずいて落とす涙の
哀愁列車。こちらも220万枚ヒットの達者でなんです。わらにまみれてよから達者でな、風邪ひくなと歌詞の表現と曲の流れがなんとも素晴らしいんです。この曲を聴くとなんだかジーンとしてきます。私の歳なんかなと思ってしまいます。達者でな、うらうら風邪ひく、話す歌にない震えるぜ。すっかり陽気が良くなりまして、はあ。この曲はもともとは明治製菓のお菓子カールのコマーシャルの歌なんです。最初レコード化した時の曲名はカールの歌でした。そして後にいいもんだな故郷はに改名されました。それにつけてもお菓子はカール、で皆さんもお聞きなじみではないでしょうか。それまでの流行歌とは異なる望郷歌謡をヒットさせ、演歌というジャンルを築かれた、そんな春日八郎さんです。この歌は昭和27年デビュー曲、赤いランプの終列車です。列車のようなリズムカルな音出しと、プラットホームで恋人のとの悲しい別れ、まるで映画のシーンを見るような情景豊かな音楽です。この曲、音美さんはキングレコードのスター歌手の岡春夫さんが歌う予定だったんですが、岡春夫さんがキングレコードを辞めたために急遽若手の春日八郎さんに回ってきました。後に125万枚も売り上げた春日八郎さんの出世作になります。この曲、昭和34年発表の山の吊り橋です。朝は吊り橋を渡っていくせがれを亡くした漁師、昼は恋人を忍んでやってきて涙を流す村娘、夜は酒を買いに渡ってくる炭焼きの男と、いろんな情景が伝わる名曲です。手を人なでしてとる、これゆらゆら、恋の涙たそてつの花が風にこぼれる日しだかに、長崎の人。
さん、今回の演歌サンバグラスの3人レコードジャケットの写真をご覧いただきました。そして音楽の方ですが、発売当時のレコードの音を入れておりますが、いかがだったでしょうか。はい、やっぱり原版の音はいいです。ありがとうございます。さて続きまして、本人映像によります歌のメドレーをご覧いただきます。はい、皆さんおなじみの曲ばっかり、きっと一押しの曲もあるんじゃないかと思います。それではお楽しみください。村田英夫さんは昭和4年佐賀県唐津市生まれ、愛称はムッチーです。父は浪曲師で、母はその三味線を弾く曲師ということもあって、5歳で浪曲の初舞台を踏んでおられます。Oh!
褒めるな夜の雨。昭和34年は日本が岩戸景気で不況を抜け出し高度成長期に差し掛かろうとした時代でした。4月には当時の皇太子のご成婚で日本中が沸きに沸くのです。豪快という言葉をそのまま絵にしたような方でした。ぐっと彼方を見つめた時の眼光の鋭さ、そしてにっこり笑った時の男の色気、優しさ、忘れられません。皆の衆、皆の衆、嬉しかったら腹から笑え、悲しかったら泣けばよい。無理は予想で体に悪い、洒落たつもりの泣き笑い。どうせこの世はそんなとこそうないかい。皆の衆、手拍子手拍子を、好きな同士が一緒になった、めでためでたの高さあごや、これでせがれも社会人、若い若い若い門出を祝っておくれ。涙を捨てて度胸千両で生きるの男一代無長いは嘘待つ度胸を千両。
林道也さんは昭和5年北海道北斗市生まれ、愛称はみっちゃん、みっちです。数多くのミリオンセラーを連発し、販売枚数は歌謡界史上最多のなんと1億6000枚と言われています。民謡調の高音でじっくり聞かせる旅情演歌、人呼んで道也節、ご存知三橋道也さんです。伝説的とまで言われているヒット曲、女船頭歌をどうぞ。嬉しがらせて泣かせて飾った三橋道也さんは民謡調歌手としてたちまち一世を風靡、ここに三橋時代を築き上げました。今宵皆様方にお送りする歌、哀愁列車です。
呼んでいる呼んでいる赤い夕日のふるさとが裏振れの旅を行く渡り鳥を呼んでいるバカな俺だがあの山かの呼ぶ声だけはおい聞こえるぜ。昭和30年代の前半はまさに三橋一也さんの独壇場でした。相次ぐヒット曲の中でもひときわ光るのがこの曲、昭和34年に発表された三橋演歌の神髄です。古城をどうぞ。夏風騒ぐ帰ろう
町を離れて。春日八郎さんは大正3年福島県会津坂下町生まれ、愛称ははっちゃんです。父は尺八を、母は三味線をたしなんでおられました。ムーランルージュ新宿座で初舞台を踏み、洋楽を歌います。この赤いランプの終列車が世に出たのは昭和27年。この年は君の名はのブームで町小巻が流行る一方、血の明帝事件などもありました。ちなみにこの頃のレコード1枚のお値段は170円です。では春日さんのデビューヒット、赤いランプの終列車。白い夜霧の明かりに濡れて、あの道をもう一度歩いてみたい。あの子との別れの思い出があるはずだ。あの風の中の杉の木はまだ健在だろうか。別れの一本杉、春日八郎さんにお願いしましょう。泣けた泣けたこらえきれず、泣けたっけ、あの子と別れた悲しさに、山の駆けすも泣いていた。一本杉の石の地蔵さんのよはずれ、姿の洗い髪、死んだはずだよトニさん、生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のおトニさん、へそをげんやだな、昔を恨むじゃないが、風もしみるよ傷の跡、久しぶりだなおとみさん、今じゃ呼び名も切られの良さよ、これで一部じゃおとみさん、へさをすまされめ、
中胸を弾ませ濡れて待ってた街の角ああ初恋っていうやつ素晴らしいもんさおい一人しみじみ思い出してる雨の中恋の涙かソテツの花が風にこぼれる石畳噂にすがりただ一人訪ねあぐんで港町です。はい、今からクラリネットで曲を演奏します。その曲目を当てていただきます。お分かりになりましたら手を挙げてお答えいただければと思います。それから歌詞もお付けしますので、それもヒントにしてお考えください。それでは始めます。
しょうか。はい、もうご存知の方もおられると思うんですが、意外と曲だけでは分かりにくかったと思うんですね。はい、それではここでヒントといっていきたいと思います。はい、またいつものように、3つ答えを書かせてもらっています。この中からお選びください。はい、どれも落ち葉落ち葉落ち葉とついてるんですけどね。はい、1番無常の落ち葉。はい、2番落ち葉しぐれ。はい、3番落ち葉墓場。はい、もうこれでお分かりじゃないかなと思うんですけども、答え合わせいきます。はい、さて何番でしょうか。はい、2番落ち葉しぐれでした。いかがだったでしょうか。はい、もうほとんどの方が正解だったと思うんですけども、はい、ありがとうございます。はい、ここでですね、この曲落ち葉しぐれを歌ってた本人さん、はい、三浦浩一さんが歌ってるんですね。自分で曲を作って作詞もしてるというところです。三浦浩一さんの落ち葉しぐれです。どうぞご覧ください。昭和28年12月 NHK テレビが開局。歌謡界もテレビの時代へと移っていきます。三浦浩一さんをテレビで見て、歌は丁寧に歌わなくてはいけないと感心した方がたくさんおいででございました。落ち葉しぐれ、三浦浩一さんです。旅の落ち葉がしぐれに濡れて流れて果てないあひき演奏をお聴きいただきます。はい、曲の方は私の大好きな春日八郎さんの山の吊り橋です。はい、それでお聴きください。次は体操です。前後左右当たらないようにご用意お願いします。はい、元気に体操です。筋肉をこまめに動かすことで疲れにくくなります。ゆっくりでいいです。はい、まずは両手をぎゅっと握ります。その手を広げます。もう一度、手を軽く振ってほぐしましょう。もう一度グッと握ります。はい、次は、はい、脇を締めながら腕をゆっくりと引き寄せて、頭を起こしながらゆっくり伸ばします。あと2回。力を入れずにゆっくりと腕の運動です。深い呼吸に合わせて動作はゆっくりと、息
気を吸いながら気持ちよく伸びをします。はい、次は首の運動です。両手を後ろに組んでいただきます。前、真ん中、後ろ、真ん中。はい、次は横です。右、真ん中、左、真ん中。はい、次は歩いていただきます。元気よく前後に振りましょう。背筋を伸ばして、まっすぐ前を向いて。はい、深呼吸です。はい、もう一度吸って吐きます。もう一度吸って。はい、お疲れ様でした。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆様のご興味いただけるテーマを探して一緒に楽しんでいきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。出かけるときにはよ、カードを持ってくべ。はアメリカさ行くべ。たまげたカエルはひっくり返る。いいもんだな、はい、それにつけてもおやつはカール。ほらまんの里にも春が来まして、うつらうつらの野らしの音。それにつけてもおやつはカール。キラの仁吉
か。おー